風林火山、風林火山、風林火山は2007年1月7日から12月16日まで放送された46作目の NHK 大河ドラマ。原作、井上康史。脚本、大森住男。音楽、千住明。主演、内野正明。前後10話。原作は2007年に生誕100周年となる小説家。 井上康氏が1950年代初頭に執筆した同名小説風林火山で井上作品の大河ドラマ化は初めて、武田信玄、春信の軍師として知られる伝説的人物、山本勘介の生涯を描く、戦国時代の開国が舞台となった作品である。原作は勘介の武田景士官から始まるが、 本作は前半世にあたる放浪時代からスタートし、序盤は農民の娘、密度の秘伝などオリジナルの展開となった。第12回、関助士官から原作部分に入り、関助が討ち死にしたとされる第四次川中島の戦いが最終回となった。ただ、第12回以降もオリジナルストーリーを基本に原作部分を組み入れる方式を取り入れており、 第12回以降もオリジナルドラマの要素が強い。ホームドラマ的な要素が多かった、近年の大河ドラマとは一線を画し、戦国時代の価値観に極力近づけていることを特色としている。しかし、堅苦しいお話ばかりではなく、時々登場人物たちのユーモラスなやりとりも挿入され、緩急のある骨太な人間ドラマが繰り広げられた。 戦国時代を扱った大河ドラマとしては視聴率に伸び悩んだが原作小説をもとに各登場人物を個性豊かに描いた大森澄男による脚本が評価を得た。一般の戦国ドラマでは登場することの少ない山城の姿は VFX を駆使して再現され、音楽は連続テレビ小説、本間門、アニメ、 雪の女王などの作品を手掛けた千住明が担当。郵送かつ重厚なオープニングテーマは、大河市場でも傑作の票が高く、その後も民放や CM などでしばしば流用されている。オープニングタイトルの冒頭部分で、風林火山の句、時こと風のごとく。 静かなる言葉やしのごとく、侵略する言葉のごとく、動かざること山のごとしが、内野正明によって朗読されており、第30回放送分より、新たに収録し直されたものを放送している。本編、次回予告の後、関連する名所、名札を紹介するコーナー、風林火山機構が設けられた。最終回では、武田家と上杉家のその後について紹介された。 クランクイン当初は、全49回、2007年12月9日終了、での放送予定だったが、番組の人気と、クライマックスである第4次川中島の戦いのロケで、迫力シーンが多く撮れたことを理由に急遽1話分を、やし、全50回放送へと変更された。大河ドラマ放送途中での増話なし決定は、例がない。なお NHK が公開した。 平成19年度収支予算と事業計画の説明資料によると1話あたりの制作費は680万円となっている。最高視聴率22.9%平均視聴率18.7%視聴率は関東地区ビデオリサーチ者調べ番組プロデューサーの若泉九郎脚本の大森住男とは連続テレビ小説 てるてる家族でもコンビを組むは、本格派かつ新鮮、新鮮かつ重厚をもっと落とし、いわゆる大河ドラマ常連俳優や民放でおなじみの人気タレントアイドルなどを極力配した配役を行った。主演の内野正明は1998年、徳川義信以来、二度目の出演にしての主役を射止めた。今回が大河ドラマ初出演となる。 板垣信方役の千葉真一を筆頭に、武田信玄役に、歌舞伎役者の二代目、市川亀次郎、上杉謙信役に、ミュージシャンの角とヒロイン、ゆぶ姫役に、新人の柴本美幸、北条宇康役に、大衆演劇の松井誠など、テレビドラマでの露出の少ない役者、または大河ドラマ初出演となる役者陣が、主要キャストに名を連ねた。その他、 加藤武史、中台達也、金田明夫、小日向文世、ら舞台演劇を主に活動する俳優、声優を掛け持つイブマサト桜井幸子、池脇千鶴、佐藤竜太、水川あさみなど、ベテランから若手に至るまで映画、テレビドラマ、演劇の各界で活躍する俳優陣が脇を固めた。全体的な俳役は、一般的な知名度よりも演技力を重要視しており、 そのため近年の大河ドラマに見られた配役傾向とは異なっているが、各出演者の演技は、総じてメディアで評価されている。さらに寺島進む、笹野隆史、鈴木水穂、佐藤圭、井川春香、緑真子などが、ゲト出演した。例年に比べ一部キャストの発表時期が遅く、宇佐美さだみつ役の大形健や村上のりき役の長島俊之など、 ドラマ後半の主要人物のキャストの多くは放送時の6月以降に発表されたが、これは若泉の方針によるものである。物語の主要な舞台となる山梨県や長野県ではブームに便乗して観光客誘致を行っており、観光収入も増加を見せている。特に1988年の武田信玄以来のご当地となる山梨県では甲府市において。 風林火山博を開催し、山梨県立博物館では、大河ドラマにちなんだ企画展を開催するなど、アピール活動を行い、毎年4月に開催される、新玄光祭りにおいても賑わいを見せた。特に2007年の新玄光祭りでは、大河ドラマの PR を兼ねて、感情役の内野正明と、新玄役の市川亀次郎を招き、パレードを行っている。一方で、山梨は、 首都圏からも近いため日帰りでの観光が主流であり、周辺観光施設への波及効果が薄いことも指摘されている地方紙、山梨日日新聞の記事より、関助の伊発塚や持ち念仏のマリシ店のある、長谷寺や大林家の屋敷跡の石踏みや今川、吉本の銅塚などがある愛知県豊川市牛久保町あたりでも観光客誘致を行った。新潟県では、 上杉健ギ役の学徒が2007年8月25日26日に上越市、春日山地区で開催された第82回健診交際に同役で出演した25日のみ。参加した25日の出陣行列には18万5200人、2日、合計で20万3100人が集まり、大きな経済効果があったと市長が答えている。これを受け、 翌年以降も2009年以外、メインとなる出陣行列と川中島合戦に、献身役として、毎年出演を続けており、1年のブランクのあった2010年でも24万人の動員を記録するなど、その評価は今なお高い。ドラマのタイトル、風林火山は、孫子の言葉であるが、ドラマの中でも、古事生語が多用されたほか、戦国武将の名言とされている言葉が、 ドラマの中でも登場した。以下に礼事する。軍師としての士官の口を求め諸国を流浪していた山本勘助は、飼いの国屑笠村で、武田家家臣、赤部下野守に襲われた娘、密を助ける。やがて二人は、恋仲となり、密は、勘助の公やドスが鹿狩りに出た飼いの国主、武田信虎に、理不尽にも殺されてしまう。 怒りに燃える勘助はシャイを表紙に来た武田家宿老、板垣信方に襲いかかるが、板垣に勘助の剣は通用せず、勘助は勢いに任せ武田家への仕官を行う。武田家の内部に紛れて、密の敵をうたんとする勘助であったが、武田家の着難、春信が信虎への無本を志し、信虎の知性を改めようとしていることに気づく。やがて信虎の改追法は叶い、は、 正式に、武田家へ官。観。平は軌道なりの孫子の言葉を心情に持つ勘介の、軍略はさえ渡り、数々の戦でその功を発揮。勘介に対する春信の,の信頼は、ますます厚くなり、はじめは勘介を疎んでいた武田家家臣団もやがて、勘介を認めるようになる。また、勘介の武田家への中心は、春信への復讐心に燃える春信の,の側室、ゆぶ姫の心をも溶かしていった。 やがて軍師としての関助の野望は、春信に天下を平定させることへと移った。その第一歩として春信は、信濃攻めに着手。信濃の強敵、村上の力をかろうじて打ち破った春信と、関助であったが、その先の越後にはまだ見ぬ強敵がいた。越後の龍、長尾影虎その人である。越後の内乱を、圧倒的な力で平定した影虎という人物に、 警戒心を抱く春信と関助。一方の影虎は他国を犯し続ける春信に義憤を抱いていた。春信と影虎という二人の相入れぬイデオロギーはやがて川中島を舞台に激突することとなる。それはまた関助の軍師としての誇りをかけた戦いの場でもあった。本ドラマを舞台化した作品、大森住男のドラマ脚本をもとに、 スーパー歌舞伎などの舞台作品を手掛けている石川講師が新たに脚本を担当する。ドラマで武田信玄、春信を演じた市川亀次郎が武田春信と山本勘介の2役、春信の,の森役で武田家ガ郎の板垣信方を演じた JJ サニー、千葉が同じ役で出演。ドラマでは描ききれなかった春信と板垣の主従関係に焦点を当てた。 物語が展開され、二人の絆がより深く描かれる。市川亀二郎は、歌舞伎以外の舞台での初主演、JJ サニー市場は二十二年ぶりの舞台出演となる。他に、高橋和也と、鹿島のりも、ドラマと同じ役で出演。ドラマで、常田高長を演じた、橋本淳は、小前正武役で出演する。また、役の森田は、本作で、 芸能デビューした。戦国時代が題材となる現代劇の形式を取りながらも劇場に花道を設置し、宙のリアに役の早変わりなど、歌舞伎独特の手法が導入され、新たな形の舞台が試みられた。音楽はドラマと同じ戦住アキラのサウンドトラックを使用している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。